で、だから一発目にそこを止めたら、はい、ブヨンブヨンの中は見ないとブヨンブヨンになっちゃうから、はい、だからそこを下げて、足下げて、はい、ここをきちっと養生して、はい、もう上からもこの入り墨からも全く入らないような状態を作って、それでちょっと様子見て、あ、森がなければあのこの上をこう、はい、オーバーサイズのもので、はい、あの板金でもいいし、あの板金プラスあの明かり取りのできる何板でも構わないんですけど、一応ちょっとそれは提案させてもらって、あの材料は選ばせたりとか。このネジ3本だけやってあるんで、やっぱり何かしら問題があったところなんだと思うんですけど、多分こっちの壁面のガラスブロックは、はい、下まで来てる、下まで来てない、下まで来てないです。だから70-80センチぐらいから見えます。使われてます。あ、そうか、あと水切りのジョイントがありますよ、はい、水切りにはジョイントがありますよ。長手その5000の長手で、やっぱり手前3本目ぐらいまではシールしたら、僕はもうシールしたら、このジョイントとか、ボタンも、
多いんですけど、ね、距離あるね。ね、距離だいぶあるから。ここまでよし。ならないですね。まあ、とりあえずそこを止めさせてもらって。はい。はい、1回目は。はい。2回目はこっちの。はい。ボタンの方を塞いだら。はい、塞いで。あることはあるんですけど、あのネジがありますから、通常ネジはあのバッカーを入れて打ってるんですよ、シーリングを。そのバッカーの裏は空洞になっちゃってるんですよ。だから空洞裏もずっと回っちゃうってことはあるんですよ。でこの前、そっち側の角のところはちょっとシール一緒に打っといたんで、あのアイボリーのところありますね、あそこまで打っといたんですけど、でこっち側はさっき言ったように、なんか上で事故があった場合は外側へできるだけ切れるように、本当はあそこは打ちたくないんですけど、既存でシール一部までちょっとあるんですね。はい、ここじゃないっていうのがある、ここかもしれない、ここじゃない、でも、そこをバッチリ落としてて、ここに使われたらバッチリ落としていないんだけど、まあ、そうか、いや、いいね、分かるんです、それが、こっちだと、こっちは判明する、でも近いって言ったら、はい、あそこに近いって止まったら止まりなんですよ、ね、でも分かんないかな、そうですね、こっちがちょっと可能性がまだ、そういうところがいろいろ、その天場だったり、さっき検査したみたいに、こっちだったりの可能性も、あることなんで、はい、で、あれたりちょっと余剰だけ一回させていただいて、まずはちょっと、中の方は全然わかんないけど、外から見ると、ここは何でしょう。何か飛んでしまった、変わらず無理みたいな、すごい防炎シートで、ちょっとあの普通のブルーシートよりも強くて、水入んないようなあのシートを、よく解体やるときとかなんかに使うシートをかけさせていただいて、で上にちょっとあの重量のある重しを、あのこっち飛んだりしないようにですね、結構風が、はい、風がちょっと引き上げちゃうと、はい、そんな流れで、はい、この声晴れてきます、ね、そうですね、晴れた気になってパッと来させていただいてもよろしいですか。そうですね、段取りだけさせていただいて、はい、梅雨明けまで様子見てもらう、その方がいいですね。ちょっと梅雨で強い雨があると助かるんですけど、はい、雨がちですからね、2、3回あれば、はい、そうですね、はい、はい、今持っていきますので、すみません、あ、これさ、作業するんだったら道の方がいいんですかね、駐車場もありますから、あ、まあ、いや、そこ
ですもんね。外側からやらせていただければ時間的にもそんな長い時間じゃないんで、こう1時間か長くても2時間ですから、はい。まあ、一応内側のあのあれもその関係ある。そう、濡れすぎるとちょっとできないんで、ちょっと前の晩からちょっと雨止んで、次の日あの曇りでも来させていただいて、パッとやらせていただければと思いますので、すみません、よろしくお願いいたします。あのタイミングはお任せしますけど、まあ、なんとなく急な感じで、急な感じで、そうですね、それでも一応連絡一本いただければ、はい、作業自体は表からやっちゃって大丈夫、外側から、はい、スタジオ。まあ、そうですね、あの、はい、ちょっと他人事なんでね、私があっちから回ってどうぞとも言えない立場なんですけど、はい、まあ、その辺ちょっとうまくやってくださいということと、はい、まあ、必要であれば今の内側からちょっと高さがあってね、厄介ですけど、はい、あそこ開けてちょっと土の袋も 4,5 袋用意するようになると思うんで、はい、すいません、外からだと逆に駐車場も入れさせていただいて、はい、やらせていただいた方が、そうですね、その方がね、その利用客のお世話ということになりますんでね。